皆さんこんばんは。ケワイシヒデこと池端秀幸です。まずですね、この日本女性を元気にする会というのはどういうものかということをちょっとだけ、ね、お話しさせていただきます。一人でも、ね、多くの方々をこうどんなにしたらこう元気にできるかとかね、なんか勇気を与えられるかなということを考えてまいりまして、このライブ配信というのはすごくそういう部分ではいいなと思いまして、まあ、知り合いの、ね、女性の方々に協力をいただいてゲスト出演していただいて、そして、まあ、いろんなとこずっとこうバトンタッチしながらですね、メンバーとこうメンバーの皆さんと一緒にこう、場を温めていく、エネルギーを上げていくようなね、そういう会ができたらいいなと思って、始めました。一応基本的には毎週金曜日の夜8時から9時までということでね、させていただく予定なんですが、まあ、この会ってどんなんかと、なんか堅苦しいとかね思わないでほしいんですけど、そもそも、この会っていうのはもともとその成功した人からとか、なんか素敵な人やからこのゲストを呼んでるっていう、それだけではないんですね。なんかこういろいろとこう、苦労されてきて、その、成功に至るまでのいろんな過程を聞いてみたり、もしくは今現時点ではまだまだその、成功はしてないけども、でもこんな風にして頑張ってるよというね、そういうお話を聞けたりということなんで、どんな方がね参加していただいても結構でございます。特に今ちょっとこう自信がないとか、元気がないとか、まあ、そういう、こんなねコロナ禍の中ですからいろいろあると思いますけども、何かのヒントになっていただけたと思います。はい。でね、一応まあここに書いてるんでね、お話しておきますと、とにかく成功してる人、すごい人の今を見るのではなく、ストーリーを聞いてほしいということです。それとこのライブ配信が見る人のパワースポットになってほしい、で一緒に共有してもらいたいので、ぜひねこのコメントとかに参加していただいて、コメントいただいてそれにこうお答えしていくとかいうことで、場をね一緒に一体感を大切にしていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。第3回の素敵なゲストは、日本美人協会、美人協会代表って言ったら皆さんどう思います？なんかものすごくこうちょっと、まあ、言葉悪いですけど、美人って聞いたらなんかちょっとツンケンしてて性格がきつそうでとか、まあ男の人からしたらそういうのあるんですよね。だからなんか美人っていう定義とかいろんなことも今日お話しされると思うんですが、17年間、まあ、保育のいわゆるその幼稚園の先生とか保育園とかで17年間ですね、幼稚園の先生されてたと。そこから急にですねセラピストに転身されたと、まあ、すごい勇気があったといると言ったと思うんですね。日本美人協会というのは顔形が美人であればいいっていう考えでやってなくって、日本女性の心の美しさとかなんか優しさとか、そういうのもひっくるめた時に美人というイメージが出たと、まあ、勇気を持ってこの協会の名前にしたという話をされてました。それでは、登場していただきますね。はい、日本美人協会代表のゆみちゃんこと佐々木ゆみちゃんです。それではよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんはありがとうございます。こうやってね、はい、ゆみ頑張ってねってね、あ、ありがとう、あ、かおちゃんありがとう、ね、こうやってやっぱりコメントいただけると嬉しいね。嬉しい、待ってまーす、待ってましたみたいなね。ひろゆちゃんいるね。はい、まあ、あと1時間ほどありますんでゆっくりとねまた紹介もさせていただきます。まずは、自己紹介の方ね、ゆみちゃん、はい、簡単によろしくお願いします。はい、先ほどご紹介にもありましたように、日本美人協会代表の佐々木ゆみと申します。東北は山形県在住です。はい。で、まあね、本当に日本美人協会って言いますとね、なんかこう、皆さんいろんなイメージがあると思うんですけれども、先ほど言われたように、内面、そして外面、両方合わせて、まあ、美人ということで、この名前を付けました。内面もね、両方美人にするんだよっていう意味で付けました。はい。よろしくお願いいたします。はい、ユーミン可愛いよってね、可愛いよって、私方ありがとう、ね、楽しみにしてましたあー、まなみありがとう、あー、ユミちゃんありがとう、ね、リラックスタイム、本当にリラックスして ね、まあ、本当にそう、先ほどもねと友達に言われたって、もユミちゃんはユミちゃんらしくていいのよって、そんな上手に喋ろうとしなくていいのよって言ってね、友達から応援をいただいたって、本当に素晴らしいね、はい、まあ、ももちゃんもね、ゆるりっていつもほらゆるっと、はい、ユーミンは何でもかユーミンどちらもいいだってね書いていただいてますけど、本当に、はい、そうやと思います。はい、まあ僕もその
ね、いろんなその美人というか、まあ、僕も自身もそのメイクの仕事してるから美人というのは分かるんですね、うん、ただまあ、うん、なんかあの美容業界入る前では美人とかいうのはちょっとこうなんか冷たいイメージがあったんですよ、うん、そうですね、だけど、うん、そういう部分でこの活動をずっと、伺ってるとね、うん、ゆみちゃんの活動をね、あのさっきから本当に感動するんですよね。 なんでまたその急にね、はい、まあ、もちろん17年ってかなりこの保育の仕事をされてる方とか僕今友達にいてるので、まあ、こんなコロナの時って一人大変じゃないですか。その子供を見るのも大変やのにそういうことをね、あの対策を打たなあかんと、はい、その17年間した時、してから急にこう転職した、はい、このきっかけって何なんですかね。はい、そうですね、本当にね、幼稚園の先生はもう転職だと思って一生するものだと私は思っていたんですね。うん。だけども、まあ、一通り役目がその時は終わったと思ってセラピストに転職しました。で、またちょっと話はそこに上りますけれども、あの、ちょっとこの間もお話、レイさんにしたかもしれませんけれども、うんうん、はいはい、あの、ちょっとこれをね、あの、お話ししないと、あの、これが私の人生なので、あの、ちょっとお話しさせていただけたらと思います。はい、どうぞ。はい、はい、いいでしょうか。はい、はい、で、私はですね、あの、結構その若い、もう19ぐらいの時から、その家族が次々とこう亡くなっていくっていう経験をして、もう本当に息もするのも苦しいような、あの、そういう、あの、人生だったんですね。はい。で、その中で、あの、それでも、やっぱりその、うん、命って何なんだろうとかね。うん。なぜ、つい、さっきまでいた大事な人が、いなくなるっていう経験をして、本当にこう、溺れてるような日々。ずっとそういう気持ちだったんですよ。本当に。うん。なんで生まれてきたんだろうとかね。うん、なんでこんな人生になってしまったんだろうとか、うん、本当に思いました。で、その中で、じゃあ、ね、私の大事な家族、もっと本当は生きられたはずなのに、行ってしまった。で、それまでは私本当にチャランポランだったんですよね。あの、人生、なんかやりたいこととか、あんまり決まってなくって、うん、ちょっとチャランポランだった時期があったんです、正直。うん。なんですけど、そこでやっぱり、その、もっと生きられた、私のね、あの、兄弟の分まで、私はもう生きる。うん。うん、っていうふうに決めて、そこが、それから私の指針、生きる人生の指針になったんですけども、うんうん、よし、私は2番生きるぞ。生きるっていうかね、100歳も生きるっていうことじゃなくて、そうそう。その分まで、生きるっていうことで、やっぱり何か頑張れるものがないと人ってやっぱり生きられないですよね。うん。それで、じゃあ私は何が好きだったんだろうって遡っていたときに、やっぱ小さい頃、こう、まあすごい自然寺田舎で育ったんですけどね、結構ご近所にあのすごい赤ちゃんとかちっちゃい子とかがいて、すごいなんか可愛くて、なんかすごいこう、なんていうか、すごい構ってたんですよね。うん、うん、うん。とか。で、なんかこう、すごいこう、なんだろうな、慕ってくれる喜びみたいなのがあって。うんうん、あ、私は子供が好き、うん。うん。まさか私が幼稚園の先生になるなんて、思ってもいなかったです。うん。うん、なぜかって言ったら、本当に、うち弁慶で、うん、あの、小学校でも、本当に、あの、行きたくないって言ってね、うん、なんかあの、小屋があったんですね。田舎だったから。うん、で、小屋の、藁があったんですよ、藁。うん、藁の上に、ハイジのように寝て、ちょっと具合悪いから先に登校して、とかって言って、嘘を言って、うん、そこで寝てたんですよ。サボってた。そしたらおばあちゃんが来て、見つかるっていうね。それぐらい、こう、引っ込み思案だったんですよね。うんうん、それぐらい、それぐらい、本当に。だけど、やっぱり、うん。まあ、その時ね、決めたので、私は幼稚園先生になる。で、その間に、やっぱり家族が亡くなっていくんですね。うんうんうん、
うん、だけど、まあ、ここで、そうです、うんうん、17年間ですもんね、その間っていうのはね、うん、そうですね、19から、うん、そう、うん、19からね、そうです、コンスタントにって言ったら変ですけども、うんうん、これでもかっていうぐらい襲ってくるんですよね、うんうんうん、でまだ勉強中だった時もありましたし、うん、でも絶対資格を取って私はあの子供たちに出会うために叶うためにやるっていうので本当に兵庫県まで行きました、うんうん、ね、うん、うんうん、だからそこからある種そのライセンスをこれでもかっていうぐらい取るっていうなんかバイタリティっていうかな、うん、そのそうですね、いろんなことにすごく探求するっていうのが、はい、まあ、どっかで、うん、あのまあ、そのご家族の分まで頑張るっていう気になったっていうことだと思うんですけどね、はい、でその間に、まあ、勝手に僕が言ってしまったあれなんか分からへんけど、はい、なんかあのお父さんのね、あの介護もされ、はい、なんでその自分がこう美容になったか美容の方へ行ったかっていう話も ね、やっぱりこうご覧の皆さんはなんかこう美容業界って華やかで、うん、なんかこう順風満帆に来てるようなイメージとかあったりとか、特にこう綺麗とか美しいとか可愛いって人ほどそういう風な見られ方をして、まあ、何も苦労もしてないのにみたいな感じに取られがちなんですけど、美容ってなんか僕が入った時チャラチャラしてとかね、なんか僕らでも転職組なんでね、15、はい、同じなんですよ、16年飲食業の会社やってて、そこから急に37からねメイクアップに入ったんでね、うん、でゆみちゃんの話をおしょう、あの話のあれこしょうって悪いなんですけど、結局、うん、でも美容に入った時のきっかけがやっぱりお父さんですよね、うん、そこもね、うん、はい、うん、そこもちょっと伺ってね、皆さん知らない方もいらっしゃると思うんでね、そうですね、はい、うん、でまあね、あの先だった家族がいて、私と父、うん、が残ったんですよね。でそれであの、まあ、寂しさのあまりに私はこう愛犬を飼うんですけれども、黙って父に黙って愛犬を買ってきて、もう買ってきちゃったよみたいな、もう、うん、言わせないみたいなね、うんうん、感じで、お前見るよって勝手に言ってたんですけど、やっぱりね、もうその可愛さに負けて、父は本当にあの一緒に寝て毎日ドライブを連れてって、うんうん、っていうのをやってたんですけど、やっぱり分かってはいたんです、うんうん、命の終わりが来るっていうことは分かっていたんですけれども、うんうん、まあ16年半という長い間、私と父のそばに来てくれた、うん、あのプリン、うん、私と父の、あの見取られて天国に行きました、うんうんうん、はい、4年前、うん、でまあそれを機にまた私と父は死を目の当たりにするんですね、うん。で、それから、もちろん悲しみがまたやってきます。うんうん、で、父は、うん、まあ、本当に気丈な人でしたけれども、うん、やっぱりあの時は本当に、まあ、悲しみ、ペトロス症候群から鬱になり、躁鬱になり、うん、物忘れし始めるんですよ、うんうん、であれおかしいなっていうのに気づくんですよ、私も、まあ、その家族がね、あのそういうその親のこの変化っていうのは一番辛いですね、まあ、僕らもあ来たかっていうね、うん、もうあのもちろん年だいぶ上やからもう見とったりいろんな経験をしてんだけど、はい、やっぱり元気だった両親がねそういうふうになっていくっていうのは一番辛いと思うんですけど、はい、まあ、それを経験しながら、うん、でもご自身もやっぱりものすごく疲れたり悲しみがあったりとかなった時に顔がね、うん、はい、すごい顔になってたんですよね、要は自分が言われた、そうさっき言われたことは、そうです、そうです、それで結局私がね、どんどん認知症が激しくなっていくので、うん、私がもう24時間、最初の頃はね、うん、ですね、今入院してますけれども、ずっと付きっきりで父の世話を見ることになるんですね、うん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 、それまでもう嫌いだったんですよ。もう、あの、話もしない。まあ、父もね、こう、ぶっきらぼうの人でしたから、うん。だけど、うん。で、それで、なんだっけ。なんかそうね。だからその、そうそう。だから親って、その、辛い時って、まあ、両方辛いんですよね。親もそんな見られたくないってわかると思うんだけど、でもその中で、あのまあ、あのゆみちゃんが言われてた、さっき言われたのは、お父さんを一生懸命ねやってた時に自分の顔がそのすごく
うん、まあ、言っていいんかな。あ、そうですね。ね、あ、そうだった。そこでしたね。うん、そうそう、介護をしていくうちに、どんどんやっぱり私も限界が来るんですね。で、もう顔、体重は本当に10キロぐらい痩せて、で、手もね、本当にこんなに骨みたいになるんですね。うんうんうん、人間って。うん、で、生理も止まります、うん。一番大事な心臓とか肝臓は残すんですよね。うん、一番いらないところから止めていくんですよ。うんうん、本当に命の危機を感じて、うんうんうん、その時、もちろん顔もげっそりやつれました、うん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 。やっぱ女性ですし、うん、鏡を見た時に、うん、本当にもう泣き崩れてうん、うん、こんな顔になってる自分っていうのは見たくない、うん、うん、っていうのがありましたし、で、まあ、そこで、うん、リフトアップとかね、そういう言葉が魅力的に聞こえてくるんですよ、すごく、うんうんうん、だからあの由美ちゃんのその今、幼稚園の先生からずっとその美容に入った中には、なんかこう、導かれてる感がすごくあって、その美容の力を魔法として取り入れやんかったら自分は生きていけないぐらいのそんなイメージがあったってね言われて、で今見ている方はその日本美人協会って言っただけでなんかこうビジネスやってバチバチなんかもうバリバリやってるようなイメージの人にしか見えないと思うんですね、代表の人っていうのはね。でも僕そのストーリーを聞いた時にやっぱりそのいろんな苦しみ悲しみを乗り越えていく、でそれが自分が体験してるからそういう人のまあ同じ待遇にある方にもちょっとでもエネルギーを届けられるんちゃうかということでこのセラピストの道に入ったと。それ聞いて僕もちょっと感動したんですね。で、うん、その中で、まあ、誤解もやっぱりあると思います。日本美人協会とか言うたらなんかこうね、まだ今でもそんなあるかわからんけど、でも近くで見ている友達の方とかもうね、このファンの方は多分もうそういうことはもう全て分かってくれてると思うんですが、まあ、初めてまだ見られてる方もいらっしゃるので、まあ、そんないきさつがありながらこのセラピストの道に入りましたということで、まあ、時間もね、あと今日僕ご覧になってる皆さんにね、今日お願いしたんですよ。何がお願いしたかというと、やっぱりどうすれば、僕も顔が大きいんで小顔になる方法とか、せっかくねこの遠隔でそういういろんな施術のねアドバイスをねちょっと 2,3 ね後で実践してくれるということなんで、言い忘れましたけど、皆さん今からねちょっとお時間ある時はね、フェイスブラシってブラシのね大きめのブラシと、それから割り箸、はい、割り箸をね ご用意くださいということです。これを使ってお家で簡単にできる、まあ、ケアの仕方、美しくなれる方法、ね、でいろいろと歪みとかを取っていく方法をね後で教えてくれますんでね、まあ、今のうちに用意しておいてください。で、まあ、そんな中で、まあ、いろいろとこう質問というかいろいろ、ね、伺ってると本当に、うん、美を通してね幸せな社会を目指してますってこう言っていただいてたんだけど、まあ自分の今までのね前半戦はかなりそういう悲しいとか苦しいとかっていうのももちろんあったと思います。で、起業された時って一番17年の保育の先生って言われたけど、起業した途端ってただの人間になってしまうでしょ。まあそれはもうね経験した人はみんな分かると思う。ただの人間になってしまう。で、その時の気持ちってどんな気持ちでした？はい、本当にね、やっぱり幼稚園の、その学校法人っていう看板があって、その中の、うん、まあ、子どもたちからしたら由美先生で、そこでね第一線で結構こうバーって活躍してた私で、そこから抜けると本当ただの人なんですよね、うんうん、そこでのいろんな残した功績だとか実績だとかは知らないわけですから、もう、それは、なんていうんですかね。もう、なんていうんだ、ただの人。ただの人。そうそうそう。もう、企業のね、経営の件もわからないし、そこから始めちゃった、みたいな感じで、それうまくいくわけないんですよね。うまくいかないけど。だけど、今、起業してどれぐらいなんですか？そうですね。でもアロマセラピーから始めたのを考えて10年ちょっとは経ってます。うんうんうん、ですよね。
だからまあその起業して形を作っていく、まあ、あの起業女子っていう言葉がよく流行ってましたけど、まあ、今もそうなんかな。やっぱり簡単にこう好きなことを仕事にしてあの起業する人が増えますけど、やっぱりその中には苦しんでる人、うまくいかず苦しんでる人ももちろんいらっしゃいます。だからそんななんか一助となればということで、この配信とかもやりながらね、なんかヒントになればなと思うんですけど、今起業してまだまだこう結果が出てないとか、はい、たくさんいらっしゃると思います。そんな方に向けて何かヒントとかあったらね、アドバイスあればね。うん、はい、ゆみちゃんなりにね、はい、はい、私なりに。そうですね、うん、やっぱりね、あの今日見てくださってる方もすごく本当に今マインドが整ってる方がすごく多くて、あの私が言うのもあれなんですけども、やっぱり、一番大事なのって結構自分のマインドって言いますよね。自分軸というか、あのそれってすごく大事で、あとやっぱりね、自分が3年後5年後どうなってたいかとか、本当に未来からゴールを決めるとか、うん、それをこう紙に書いて具現化するとか大事ですし、ただあの私の場合も本当にこうただ技術者だったんですよね。こう手に職をつけるだけの、でそれをすればなんとかなるって思ってたんですけど、それがそううまくいかないってことが分かったのはだいぶ経ってからなんですよね。いろんな起業するにはマーケティングとか、それも技術の一つです。それを、まあ、やり始めたのが、まあ、ちょっと遅かったんですけどね。そこからまたいろんな学びが始まってくるわけですよね、インプットが。なので、まあ、あの、見てくださってる方なんかも、まあ、手に職を持ってる方、まあ、いろんな職業の方がいると思います。ね。ピアニストの方もいれば、本当に、あの、クッキーをね、作ってる方、スイーツを作ってる方、英語を教えてる方、いろんなコンテンツをお持ちの方がやっぱりいらっしゃると思うんですけども、やっぱりそれをこう、どんな風に発信していったらいいのかっていうのは、やっぱりまず、知ってもらうこと。そうですよね。まずは自分を知ってもらうために、発信する。で、こんなにたくさんいろんな世の中にいる中で、自分を選んでもらう理由、これがないと、やっぱり選ばれるってなかなか難しいですよね。はい、本当にそう思います。まあ、また話の途中で割り込み、ごめんね、あの聞いときたいんだけど、はい、あの、今言われたように、これ情報がすごく多なってきてるから、同じライセンス、まあライセンスいっぱい取りまくったってゆみちゃんが書いてたけど、あのライセンス、まあセミナーでも何でもそうだけど、行ったらいい人ばっかりじゃないですか。もうなんかライセンス取ったらなんとかなる、セミナー行ったらなんとかなるって、はい、だけど僕は一番今ゆみちゃんが言われたんでまとめていくと、結局最終的にその人の人格とか人柄とか、はい、でそれをいかに届けられるか、それを、ま、その人を待ってくれてる人にちゃんと届けられるかっていうところがもうすごく大事だと思うんですね。だから僕まあこのライブ配信もやっていきながら、いつもまあいつもこんな配信とかの活動してるんだけど、やっぱりその必要としたところに届いていけれるようにやっぱりしたいわけですよね、僕も。そういう部分ではこのこういうあの素敵なゲストに来ていただけて本当にありがたいしね、まだまだこれ新しくゆみちゃんのことを知らない方も多分あのこの後ねアーカイブでも見ていただけると思うので、まあ、あの本当にあいろいろ書いていただいてますんで、ちょっと継続は力ないですねとか、はい、本当に発信 し続けること、これ知ってもらうこと大切ですねって、はい、書いてくれてます。まあ、あのそういう部分では勇気を持ってこうやってゲスト出演していただいたのもね、あのチャレンジするという意味ではいいと思うんですが、ね、あの話変わりますけど、さっきやっときましょうか。あの皆さん待ってくれてて、やってましょうかね、ちょっとだけやってどうですか、皆さん聞きたないですかね。ちょっとね、あのまあ普段、あの美しくなるための心構え、マインド、日々のセルフ小顔ケアとかセルフボディケアとかいろいろと、まあ、教えていらっしゃるんですけども、まあ同じ内容でもやっぱりって書いてくれてるね、はい、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと紹介だけしておきます。この後ご紹介を
はい、知ってもらうこと大切ですってことで ね、同じ内容でもやっぱり自分の言葉にしたらまた別のものになるので、うん、はい、恐れず発信ですということでね、はい、うん、まあ、そういうことなんです。こんな僕みたいな、ね、顔の大きい人間でも、ね、もっと小顔に憧れる僕でも顔大きくてもいいわと思ってこうらしくね、はい、配信をしておるところでございます。今日ね、ももちゃんにね、ひでさんのね話し方面白いからね、みんな見てねって書いてるって、そんなプレッシャーまた与えてるわけですよ、僕にコメントくれてねまあ嬉しいこと、嬉しいんですけどね、まあそんな僕でございますけども、はい、まあ、あのよろしくお願いします。で、さあ、せっかくなんでやってもらいましょうよ。これからまずなんかリンパを流し、うん、ね、皆さんここからちょっと実技、せっかくなんでね、これちゃんと有料バージョンか分かりませんけど ね、有料バージョンちょっと出してますけどまだ出してないのにみたいなね、はい、出しちゃおう、ちょっと声をちょっと、はい、はい、ではあの、そうそうそう、あのチークブラシ、皆さんお化粧の時にありますよね、こういうのね、ね、うんうん、で、まあ、できれば大きい方に越したことがないんですけれども、あるもので大丈夫です。あります？はい。あとは割り箸ね、割り箸。そう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 。じゃあ、ね、チャレンジ的です。割り箸、うん、これね、聞きたいです。ね、これね、これね。なんで割り箸なのっていう感じでね。はい。あ、いや、思った向こうが。そうそうそう。で、まあ、かおりちゃんもそうね。かおりちゃんも小顔なんだけどね、もともと。はい。で、まずは、あの、セルフケアをちょっとお伝えしたいんですけども、あの、何でもそうなんですと思うんですけど、私もあの、サロンで自分の手でお客様を小顔にするのはいとも簡単なんですけども、セルフケア。うん。でも、これってどうですか？結構、続きます？で、まあ、その人のためにちょっと考えたんですけども、はい。で、ちょっとね、アンケートなんかもちょっと友達に聞きました。なんで続かないのかってちょっと3つあるんですけど、まず時間がない。ね。で、あとはめんどくさい。あとは続かない。っていうことで、あの、そんなね、あの、ズボラなあなたに良い万全です。みんな気合入ってきてましたよ。良い万全。そうそう。あ、エミリちゃんも見てくださってるね。パイ、パンタン？はい。パンタン。はい。ケイさんパンタン。やりたいと思います。で、まずは一番リンパを流すです。小顔になりたいときはね、うん、はいはいはい。あとはあの、体ってね、歪んでます。顔だけじゃなくて、日々体歩いたり立ったり、ご飯を食べたり、食べた後必ず歪んでますので、この歪み、リンパ歪み、そしてむくみを取る、これをやらないと、なかなか維持ができません。はい。で、やってみますね。はい。お願いします、はい。ステップね。はい。ちょっとこれですね。私の場合は、この、ちょっとカラフルな。なぜカラフルなかっていうと、あの、こういう黒いものだと、見えなくてやらないからなんですね。なるほど。だって目立つように。はい。なんかこれ、熱で、そんな200円もしないで買えるみたいです。ネイルやる人わかるんですよね。わかんない？ロヨちゃんわかんないかな？はい。で、これをあの、歯磨きのとこに置いとくんですよ。で、毎朝朝起きたら、むくみケア、リンパを流してきます。いいですか？はい。はい。じゃあ、まずは、ですね、この耳の下から、このドンと鎖骨まで、耳下腺、はい、耳の下から鎖骨までを、1、2、3、4、5、6。6回、流しました。そしたら、ちょっとこの、ちょっと側頭あたりから、耳の脇にくる、1、2、3、4、5、6。流しました？はい。そしたら、小鼻横から、耳までを流します。1、2、3、4、5、6。そんな力いらないです。で、顎先から耳下までフェイスライン。1、2、3、4、5、6。で、ここに口筋ってあるんですけど、ここを1、2、3、4、5、6。流します。で、これを今の何回か3回ぐらい繰り返します。はい、小鼻横から耳まで。
で、顎先から耳下まで。5、6。で、後筋。上から下にさっさ。あんま力いらないので。はい。まあ、これを3回やったことにしますね。はい。これやると本当に上がるので。はいはい。で、次ですね。大丈夫ですか皆さん。大丈夫。大丈夫ですよ。皆さんついてくれても。はい。そうそうそう、ズボラね。そうそうそう。で、次、じゃあ、割り箸。うんうんうん。ああ、ひろえちゃんも使ってるそうです。これね。ネイリストなんでね。はい。で、次ね。ひろえさん、顎関節とかないですか？顎関節です。ああ。顎顎します。皆さんもちょっとこう、あって、ひら開いたときに。もう顎言う。あ、じゃあ同じですね。私もです。もうガク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 。怖い。怖いぐらいしますよね。うんうん。で、これも、日々、調整する必要があります。この時に割り箸を出してください。私、ちょっとこう割っちゃったんですけど、割ってないバージョンがこれ。割らないでくださいね。で、ちょっと横にすると、太さが一定だと思うので、こちらを使います。はい。ちょっと私はこっちを使います。で、これをですね、奥歯に当てて、甘噛みしてください。で、30秒。その前にごめんなさい。その前に、ごめんなさい。その前に、ちょっとね、カチ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 って、噛んでみてください。で、この時に、一番最初になんか当たるところとか、当たり方が変だなって思いませんか？平等に当たります？カチカチ。なんかちょっと違和感あったりするものです。はい。それをちょっと整えていきますね。はい。では、割り箸を横にして、奥歯に甘噛みしてください。噛んでるよね。あれだけね。はい。あれだけで、ね、沈黙。みんながやってるのかな？はい。外してみてください。で、ちょっともう一回カチカチ。さっきと違うの分かります？安定感あるね。分かります？当たり方が、うんうんうん、これをやる必要があります。ご飯食べる、食べた後、食べた後、うん、あ、食べた後は必ず歪みます。あ、そうなんや。そうです、そうです。そうすると日々顔がちょっとこっち向いてきたり、左右差が出てきたり、非対称になってきます。分かる分かる、分かりますよね。あと朝起きた時、うんね、やっぱり歯ぎしりとかしてるか分からへんもんね。そうです、そうです、そうです、うんとかね。はい。あとはもう一つエクササイズがあります。これは道具いらないので、ちょっとなくなってます。これ難しかった。難しかった。はい、やってみんなやってください。はい。志村けんさんのアイーンってありますよね。このアイーンね。そう、要するにここのアイーン4回します。いいですか？2って出してください。2、2、2、3、2、2、いいって出すんですよ。恥ずかしがらないね。前に出すの、そうだ。そしたら、あとは左右、ちょっとね、右からこう、うーんって右にやっ、はい、今度左。これも首が折れてまうもんね。首を起こさないで。これ難しいよ。難しいんで、どっちかが行きにくい方ってないですか皆さん。両方私はみんな行きやすいんですよ。左が行きにくいのね。これ難しい。難しい。で、これを歪んでるので、ね、調整してきますよ。これを、右に左に回します。4回。こう、こう、こう。すごい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 。ゆみちゃんすごいな。これできへんで、なかなか。やってみて。やってみて。
全然できてないの。全然できん。もうちょっと練習しとくわ、僕。練習してて、うん。練習しときます。あ、いい。あ、そうそうそう。すんごい。みんなもういっぱいがでごちゃうよ、ね、先とちゃう。そうそう。あ、いいよ。4回終わり。あ、4回、かくかく4回。そしたら、最後に、もう一回、あいん。あいん。あいん。で、その、あいん人のまま、あ。あ。あ。はい。そうです。おさらいしますね。ちょっと早くね。なんだっけ。あ、あいん4回。はい。い、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 い。はい。はい。い、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 たん、い。で、最後に、あいんして、あ。そう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 。ね。なので、例えばパソコン作業中に、ガラスとか、で、こうすると、自家線がすごい緩むんですよ。で、リンパの流れがすごーく良くなるので、うんうん、なんかこうしながら、何かするとかね。これだったらできませんか？できそう。これはできそうやね。できそうです。これは思っきりか、力入れて噛む。うん、甘がみに、うん、奥歯に当てたら、うん。なんか、毎食後1日1回で大丈夫ですかって、コメントくれてます。そう、1日何回か。朝起きたとき、ご飯食べた後、うん、寝る前とか、でも自分の。やっぱ均等に当たってる気がする。ああ、当たってる気にしますか？顔歪んでるからこれやりますって、ね、顔歪み、顔の歪みっていうのはまああのあれですよね、まあ、あのさっきも話したんで、うん、僕もメイクアップの仕事をしてるから、うんうん、歪んでない人を探す方が難しくって、必ず、ね、年齢とともに眉なんかでも、うん、あの左右の高低差があったりとか、こっちが広いとか、ね、こっちが奥に奥まってるとかってあるんでね、はい、はい、ありますよね。それはもうあの、はい、これはいいこと聞いたな。そうですそうです。ながらストレッチは助かる、はい、助かるね。そうそうそう。まあね、ゆみちゃんが言ったらとにかくそうそう、あの何でもそう、ダイエットでもそうだけど、時間がない、めんどくさい、続かないって、このなんかこうね、やらない理由というんでしょうか、まあ、なんかこうね、結果出ない一番のポイントがここやね。めんどくさいってよく言う、メイクなんかでも言われるんだけど、はい、もうめんどくさいって出たらもうそれは認知症の予備軍ですよって言うんですよ。めんどくさいの数を、要するにめんどくさいめんどくさいって言って、一日のめんどくさいの数が多い人ほどね、やっぱやばいらしいんですよね。あ、うん、だから僕は言わないようにしとこうと思って。あ、そうです、ね、めんどくさいって言ったらありがたいって言う、ありがたいって。そう、めんどくさいことはありがたいことなんですよ。結局脳のリハビリになるからね、なんかしょう、なんかしょう、なんかしょうになるからね。うん、うん、すごいいいと思うので、これ皆さん教えてあげてください。やりましょう。はい、ね、OK、やりましょう。もちろんもっとあるんですけどね。もっとあるんですね。これもっとあるんだけど、これずっとやってたらこれがまたあのいろいろとね、講座の中にもあると思うんですけど、まあ今日は簡単にできることを少しだけシェアしてもらいましたけども、はい、ゆみちゃん、なんかあっという間に45分になりましたよ。早いね。早いですね。ね、あのご覧の皆さんね、まあ、あのゆみちゃんなんか聞いときたいことないですか？キャー予備軍だわって。はい、予備軍からあの脱却してください、はい、耳が痛いって書いてます。耳が痛い、めんどくさいはありがたい、覚えました、覚えておいてください、はい、これはね、あの僕らメイクアップの時にね、あのヘルパーの免許も取ったんですけど、女性の皆さんはね、とにかく手料理をすることと、散歩するときは違う道を散歩することと、それからメイクするときは、うん、あの一通りの同じようなメイクじゃなくて、いろんなパターンのメイクを考えてやるだけで認知症は予防されると、うん、あ、素敵、うん、本当にあのこれいくつになってもそうです。だすごくあのピンピンコロリっていうね、そういうあの、うん、言葉がありますように、やっぱり、ね、あの年々コロリっていうね、そういう人に迷惑をかけたくないじゃないですか、僕も 見られるの嫌やしみたいな。それだったらなんか惜しまれたいんで、ピンピンコロリ運動をしましょうってよく言ってるんですけど、また僕の話になってきましたんで、すいません、ここで終わって、あのゆみちゃんね、せっかくなんで、もうこの最後のね、あの残りちょっとあの聞きたいことがあって、ここのね、はい、いろいろとあの、まあ、この元気、ね、日本女性を元気にするという、まあ、テーマなので、せっかく、まあ、何かきっかけになって、やっぱり、うん、あの美しさとか綺麗さっていうのは、これすごくあの人の力ってになりますよね、う
それはもう多分、ね、同じ美容の仕事をしてる分かると思うんですけども、でなぜ美しさがいいのかとか小顔になることがなぜいいのかと、そういう、ね、理由って、まあ、ゆみちゃんなりにあると思うんで、それを、ね、皆さんにちょっとメッセージしてほしいんですけど。はい、そうですね。でみんな小顔になりたい方っていっぱいいると思います。あの小顔になるとやっぱりその顔が小さいとそのやっぱりバランスなんですよね。何でも全部7等身とか8等身とかあのバランスがスタイルがよく見えるんですよね。うんうん、まあ、簡単に言うとなので小顔にしておくといいと思います、はい、あとは何でしたっけ、もう一つ、あ、美しいですね。うん、その美しいってすごくこう波動がすごい高くってエネルギーがすごいんですよね。例えば人の美しさだけじゃなくて、ヒデさんも大好きだと思うんですけど、私もお花とか木とか自然がもう好きすぎて大好きなんですよ、あの美しさ。わかるわかる。ありますよね。風の音とか最近すごく大好きで大好きで、そういうのを見て美しいという思う心だったり、美しいダンスを見て、ミュージカルを見て、芸能人の方を見て美しいっていう思う心だったり、すごく大事だなって思います。あと今日見てくださってる方の中にも結構その色を扱ってる女性の方が多いんですね、プロフェッショナルの方が。で、私も40代なんですけど、40代になってくると特に色使いが重要になってきます。カラーメイクもそうですし、要するにこう、自分の見せ方、自分をこう美しく見せる、メイクにしてもね、色使いにしても本当に自分が一番美しく見える色とか、それを知ってどんどんその自分の魅力を出していってほしいなって思うんですね。だってせっかく女性に生まれたんですから、やっぱりその女性を楽しむっていう意味で、本当に私もその介護の疲れでコルギをやって、すごいリフトアップになった時はもう本当にああ若々しく入れるんだっていうふうに思ったので、もうこれこそが私の使命である、これこそがみんなの助けになるって思って、今そこに特化してやってますけれども、本当に美しくなることにこう恥ずかしいとかね、ちょっと照れなんかもやっぱりちょっとあるんですよね。なんですけど、本当にもう遠慮なく女性を楽しんで女度を上げて行っていただきたいなって思います。いいですね、本当にね、いろんなこう苦労を曲折をしてきた中のゆみちゃんの言葉って響きますよね。だからやっぱり美容の力って今言われたような、その魔法、自分の見せ方とか魔法とか自分が腹になるとか、もう本当にそれって女性ならではの特権やと僕は思います。男性はやっぱり女性を楽しませてあげるとか、女性を喜ばしてあげるとか、そのためにそばにいてるもんが男性やと思ってるんですね。だからそういう、そう考えたと、まあ、これ男女のそういう差別で言うてるんちゃうんですよ。だけどやっぱり本当に女性ってやっぱ花になって、今言われた通りだと思うんですよ。そうすると家庭がすごく花開くっていうかな、社会がすごくこうキラ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 光っていくっていうかな。だからこの間誰やったかな、誰か言ってくれてますから、前から来た時に自分がもうものすごくくすんでたとかって言ってました、ね、誰かね。ももさんかな、そう離婚した時にもうグレーのオーラを出してたって言ってたね。もうそれって本当にわかると思うね。だからすごくそのオーラっていうのはやっぱ自分が美しくいてるだけでも周りをスッとパッと明るくするね、エネルギーとか力をね発揮すると思いますんで、ぜひ皆さん遠慮せずにね、ゆみちゃんが言われたように遠慮せずに綺麗に美しく美意識を上げてね、頑張っていきたいなと思いますよね。はい、ね、いい言葉、いい言葉です。女性を楽しむ、そうそうね、集大成ですよね。はい、魔法のコース、そうですね、楽しみです。はい、そうですね、なんかそう言われてた言われた。これで、ゆみありがとう、美しいね感じました。
ということで、その今たくさんいいこと書いてくれてるのこれ紹介もして、でちょっと、せっかくなんでもっとユミちゃんのことを知りたいという方もねたくさんいらっしゃると思いますので、公式サイト、公式のあれがあるんですよね。はい、そうです。LINE の公式、ここ出します。美人、日本美人協会の右上の、こっちですね。はい。ユミちゃんのこの方にこれ QR コード入れてます。この QR コードを、見ていただいて、取っていただいて、登録、これは LINE の公式のところに、入るんですが、まあ、ID で見てもらってもいいんですが、特典があってね、これちょっと、ね、はいはい、説明してください。あ、はい、特典、はい、PDF で10歳若く見えるセルフ小顔レッスンのパーツ編ということで、ここの頬のこのたるみって皆さん気になりませんか、ここね。ね、でここを上げる頬リフトの10秒レッスンっていうのをやってます。本当にズボラな皆さんに簡単ですので、私の顔付きで説明付きで、6ステップぐらいかな、簡単です、ね、ちょっと今言うとこんな感じで肘をついてぐーっとね骨を捉えて、パソコン仕事途中でもメイクの上からでもできますのでやってみてください。送りますので。で、それに、それをいただくためには、登録をして、この公式 LINE、もしくはこの QR コードを読み取っていただいて、まあ、ID 検索でもいいんですけどね。で、プレゼントとメッセージしてもらわないと、いろんな他の部分があるんでね、他のとこから入ってくれてる方もいらっしゃると思うので、はい、この配信を見た方は、このプレゼントという必ず書いてくださいねということでお願いしますね。はい。お願いします。登録したよんだ。早いね。メッセージ。絶対欲しい。ちょっとコメントが どこまでいったか。早い、おとこさんから来ちゃった。早い。ありがとうございます。はい、送りますので。登録したよんってね。絶対欲しい。はい。もう早速皆さん登録してくれてますね。はい、ありがとうございます。ということでございまして、まあ本当にね、はい、最初前半戦はいろんなその苦しさとか悲しさもね、いろいろあったと思いますし、まあこれでまだゆみちゃんは、満足してる人ではないと思うんですけど、これからのこうなんていうん、将来のビジョンとかね、はい、せっかくなんで、やっぱりこの言語化するっていうのはすごく大事だと思うんですよ。この公の前で私はこうする、ああするっていうのね。はい、ぜひはい、堂々と言ってみてください。はい、まもなくリリース、ね、できると思うんですが、オンラインで学べる、セルフ小顔レッスンと、あと美女美女になれる美女マジックっていうねレッスンを、うん、今一生懸命作っておりますので、ぜひご興味がある人がいましたら学んでみてください。はい、いうことですね。学んでみてくださいということで、うん、なんか、はい、いつ出るんかまだわからないんですよね。そうですね。プレゼントと書いたよう、ね、たくさん、はい、登録しましたということで、まあ、できるだけ早くそしたらリリースされて、はい、今ねまたこういうふうなちょっとこう、オンラインにね、また、うん、もしかしたらこう自粛モードになるか分かりませんし、まあ、そういった時にお家でできることってすごく大事だと思います、うん、まあ、そういう部分で、はい、ぜひゆみちゃんのそのね、はい、リリースをお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、ということで、皆さんどうでしょうかね。今日はご覧になっている皆さんで、ゆみちゃんに何かこう質問とか、何か聞いてみたいこととかあればですね、うん、今のうちに、お願いいたします。コメント書いてください。これね、こう言ってから15秒ぐらい遅れていくんですね。なんかちょっとしばらくね、コメント待ちますので、はい、何かこう聞いてみたいこと、はい、ね、せっかく登場していただいたので、で今回ゆみちゃんにはその1回前のももちゃんね紹介いただいたりとか、9月の11でしたかね、うん、そうですそうです、ね、そうですそうです、紹介したい方がいます。はい、ちょっと言ってあげてください。はい、今見てくれてる人で、はい、はい、お名前ちょっと言っていいですか。はい、言ってください。はい、はい、
小笠原香織さんといいまして、はい、もう本当に外面内面が一致している素敵な女性です。本当に軽やかでいつもニコニコして優しくて気遣いのある女性です。ので9月11日8時からですね。はい、今、はい、この上に上にこの花をね、はい、つけてる方ですね。あ、そうです、そうです、そうです、ね、そうです、そうです、はい、今ちょっとね、髪ショートにしたので、また印象違うと、印象違うかおりちゃんをね、また見てみたいです、私も。ぜひぜひ楽しみにしてますんでね、よろしくお願いします。はい。はい、まあ、コメントは大丈夫ですか？なんか、ゆみちゃんに聞きたいことないですか？ねえ、なんかあれ、さっき。そう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 。ね、あ、ユミは毎日ちょこちょこなんかやってるのって来て。あ、そうそう。じゃあ、それをちょっとちょこちょこ何をやってるのか聞きたいですね。そうですね。ちょこちょこね。そうそうそう。今、さっきやったレクチャーとか、あとは、やっぱこの首、皆さん結構肩こりあると思うんですけど、肩こりあるとね、なんかなんとなく、要するにパソコンしてると、顔がこう、こうなってるんですよね、うん。こうなった状態でやってると、まあ簡単に言うと歪んでくるんですよ。うんうんうん、肩がこう内旋して、鎖骨が縮まって、血流が悪くなるんでね。なので、それをこう、外旋して戻すような動きを、うんうん、まあ講座の中ではやるんですけど、なことをやったりとか、うんうんうん、あとやっぱりなんか、水素のお風呂とか、水素ガスとか捨てますね。いろいろやっぱり運動とかストレッチとかもやってるんですか？あ、ストレッチも、はい、やってます。あとちょっとヒップアップトレーニングとか最近ちょっとやってますね。うちのかみさんもね、なんかネットでいろいろと、ネットの今たくさん出てるでしょ、ストレッチの、はい、ネットで3、2、1とかそれに合わせてやったりしてますけどね。はい、はい、まあそういうね、やっぱり日々の努力、小さな積み重ねがすごくその将来に大きく変わっていきますからね。積み重ねってすごく大事だと思いますよね。はい、大事ですね。ね、それとまあ美容というのは、ゆみちゃんも よくね言われてると思いますけど、美容というのは裏切りません。男は裏切っても美容は裏切らない。ね、僕はもう名言やと思ってますそれ。だってもう美容というのは自分がどう努力したかによって必ず成果出るもんですから裏切らないですもんね。だからそういう部分では。今言われたゆみちゃんのね、いろんなその、ノウハウをですね、努力、皆さん、あれですよ、書いてましたよ、時間がない、めんどくさい、続かない、そういう言い訳にしたらあきませんよ、ゆみちゃんがそれを一番嫌う人ですからね、ということにしておきましょう。ね、はい、ありがとうございます。まあ、今日はですね、ありがとうございます。たくさんね、書いていただきまして、コメントもたくさんいただきました。ありがとうございました。まあ、なんとか無事にね、最初、今日打ち合わせ、ゆみちゃんから、6時ぐらいからいかがでしょうか。もう2時間前からね、もう結構ね、打ち合わせもちょっといろいろやりたいことあったんでね、させてもらいましたけども、はい、まあそういうふうにして努力される、 裏で努力することが、まあ、やっぱりこう表にね、やっぱり結果として残っていくもんやと僕も思ってますんでね、これからもよろしくお願いします。はい、はい、美は一日にしてならずです。はい、そういうことでございますよ。はい、ね、ありがとうございます。まあ最後にね、まあ、もうメッセージ、最後の最後に一言メッセージ、ゆみちゃん、はい、せっかくご覧いただいた皆さんにお願いします。はい、はい、うん、あ、もういいですか。はい、はい、はい、本当にね、今見てくださってる方も本当に走り続けてる女性の皆さんたちなので、起業したりとかお子さんを持ちながらでもやってる方なので、本当になんていうんですか、女性のなんていうんですか、その本気をね、見せていきたいなっていうふうに思うんですよね。うんうんうん。女性ってこう弱いんですけど、結構いざとなると強いんですよね、男性より。なので本当にその限られたね、時間の中で人生のどれだけのことができるのかっていうね、ことはあると思うんですけど、本当に昨日より今日笑顔でいたいし、本当に生まれてきた使命っていうのは必ず皆さんありますから、女性はとにかくお仕事を頑張って、まずは自分が輝くこと。そうすると、
いろんなものが引き寄せられてくると思います。はい。ありがとうございます。素敵なメッセージ、本当にね、いざとなると女は強い。よく書いてます。はい、ありがたいね、本当に。ね、あ、たくさん。そう。もうね、女性は強い。男性はね、痛がりやしね。本当に小心者です。いや、あんまり言うたら怒られるけどね、まあ、そんなことで、はい、今日もね、無事にちょうど1時間になりましたけどもね、由美ちゃん、ありがとうございました。はい、そしてご覧になっていただいてるね、皆さんありがとうございました。はい、皆さん、ちょっとこの後ちょっとだけ僕また、次回の、はい、あれしますんでね、はい、由美ちゃんはここでもじゃあお疲れ様でございました。ありがとうございました。皆さん見てくださってありがとうございます。ありがとうございました。またでも由美ちゃんもね、はい、出てくださいね。はい、ありがとうございます。素敵なメッセージたくさんありがとうございました。ということで、ありがとうございました。はい、それではまた僕この後ちょっと告知しますね。はい、お疲れ様でした。由美ちゃん、ちょっと、あれ待っといてくださいね。はい、はい、はい、いうことでですね、もう本当に素敵な、ね、時間、それから、なんかいろんなことを教えていただけてね、これはちょっとめちゃくちゃお得でございましたよね。はい、いうことで、この後ですね、ずっと来週も続きますし、ちょっと考えていることがあって、せっかくね、こうやって素晴らしいゲストの方も来られたりで、ご縁をこう紡いでいけるタイミングもあると思うんですね。だから、ちょっとこう今後のことですけども、7月24日ですね、今日で、来週が7月31日、はアロマのコンサルタント、企業の支援とかも今されてまして、企業支援の、講座では今全国でかなり人気、ナンバー2って言われたかな、何しかすごく人気です。その大塚真理さんが登場です。その次が8月7日ですね。7日は、皆さん僕らの年齢の方やったら知ってると思うんですけど、女優の石井恵さん、とにかく松崎しげるさんとか、もういろんな有名な方、さんまさんとかね、いろんな人とこう絡んだ時期が、あれ何年前やろうな、20何年前ですけど、そういう今もですね活躍されてるんですけども、石井恵さんが8月7日で、8月14日お盆休みですが、この時ちょっともし時間があれば交流会みたいに取りたいなと思うんですね。この今のそのメンバーの日本美人、日本美人協会じゃない、日本女性を元気にする会の、会のこのメンバーの中でだけ、女性だけです、女性限定のこのグループの中で、やっぱりこの、僕のこういうふうに、ゲストをこうお呼びしたんですけど、これね10人までできるんですね。だからこうお呼びしながら、こう5分ぐらいずつこう皆さんとこういろんな、交流会を取りながら、で場をこううまくね仲良くしていければなと思ってるんですね。そういうのを不定期にこれからやっていこうと思ってまして、一応基本的には毎週金曜日の8時9時はこれゲスト出演をこうやってしていただいて、その間にこういろんな方々がこのメンバーにねどんどん参加されていますので、その参加メンバーの方々のまた交流で、私は困難してます、あんなんしてます、それからまたこんな素敵なゲストもいらっしゃるんでどうでしょうかとか、推薦とかしてもらってもいいので、そういう交流会も取りたいなと思ってます。でぜひぜひその8月14日もしできたらお盆にしますかも分かりません、はい、これ不定期ですね。で、今度8月21日は、メイクアップのね、はい、ビューティーディレクターの山口東子さん、本当に素敵な方です。もうまたメイクのことについてはもう多分何か、いろいろと教えてもらえると思います。すごい情報をお持ちな方なんで、もうパリコレとかそういういろんなことの、コレクションのそういう情報はもうすぐに入ってきて、すぐそれをうまく整理して皆さんにお伝えしているような講座をされてます。はい、で8月28日は、後ろ谷晴美さんね、僕の、友達のRRE 代表の後谷晴美さんが、来ていただきます。それからちょっと9月の1週目は、まだなんですけど決まってないんですけど、9月の2週目かな、9月の11ということなんで、今先ほど言われた小笠原香織さんが、参加、ゲストとして出演の予定でございます。はい、ということで、ゆうみちゃんにはいろいろとねこうやってつないでいただいて、本当に感謝してますし、ご覧の皆さん、これで見ていただいている皆さんがなかったらもう僕もねシュンって元気なくなりますから、ぜひこうやってお知り合いの方で以外でもね、またこうやって参加していただいて、
新しいまたゲストの方はどんな人か分かりませんからね、ぜひぜひ楽しみにこの放送を待っておいてくださいということで、ありがとうございました。はい、こちらこそありが、これをこのね、あのそうなんです、これ入るときにですね、はいはい、あのはい、終わりなんですけど、一応そうなんですよ、入るときにコメントでも書いてたと書いてるんですけど、あのこの Facebook にこの自分のコメントを許可するっていうところをちょっとクリックして名前を入れておいてもらった方が、こんな風に、ならないんですね、顔写真が出ないんですよね。だからぜひ、まあ、それができればいいかなと。それともし、これは一つの、あの無理なお願いですけど、もしダメだったらいいんですけど、あのこんな僕ですんで、あの別にあの怖くないですから、あの僕と個人的にこうつながっておいてもらうだけで、最初つながっておいてもらったらもうこういうの出ますんで、あのぜひあのリクエストいただけたら、友達申請いただけたら、もうそれだけでつながりますんで、はい、あのお願いします。まあ、それをお願いして、まあ、今日は終わらせていただきますけどね。はい、でですね、もう一つ YouTube でもし見られる方がいらっしゃったら、まあ、あの今日の録画をダイジェストとかにしながらですね、また後日になりますけどアップしたりしてますんで、ぜひ今日見られなかった方はその後いろんなところで検索していただいて見てください。まあ、このグループの中ではいろんな情報発信しますので、待っていてもらったら見れると思います。はい、ということでですね、今日もあっという間の1時間6分になりましたね。はい、ということで多分ゆみちゃんはもうねホッとしてると思いますけどもね、ありがとうございました本当にね。皆さん本当に応援していただいてありがとうございます。もう来週もねまた頑張りますんで、ぜひ皆さん来てください、よろしくお願いします。それと友達にね教えてあげてください。日本女性を元気にする会っていうのは検索してもらったらグループで出ますんで、そこで参加とやったら承認をするかせんかはまず男性か女性かを見てから承認を僕するという流れになってますんで、ぜひぜひお願いしておきます。はい、ということで今日も見ていただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。元気で、さようなら、バイバイ。